えっと、先ほど話していた過去の未来の概念について詳しく教えてください。えっと、大した話ではなくて、例えばその、あの、時間っていうのを、なんか時計でじゃあ、その針が動いていくみたいなイメージであって、その、 時間というものが、その、区切られていて、それでこれがこう進むみたいなのって、時計がそういう構造になっているっていうので、で、未来と過去っていうのは軸にあって、こっちが過去でこっちが未来ですよっていう軸を覚えると、そういう風うに解釈をしてるってだけなのに、その、時間というものが存在して、その軸で時間というものが動いてるっていう誤解をしちゃう気がするんですよね。その 温度計が存在するから温度が存在するわけじゃなくて温度が存在してでそれを温度計で測るとかっていうのであればまだ関連性あるんですけどその時計ってあの一定のリズムでこう針が動くっていうふうに作られてるだけで別にその本来時間というものが存在してその時間を 表しているものじゃないんですよ。温度計って温度というものが存在して、それを表しているわけじゃないですか。例えばその水銀の,あの体温計とかだと、その水銀の体積が温度によってこう、増えたり減ったりするので、そこの温度によって、じゃあこの温度だっていうのは、その温度に対して比例するものを見、その計測して、あ、温度って存在するんだな、ここの温度いくつだなってなるんですけど、時計って、そのリアル時の概念を観測している機械ではないんですよ。 動いてるだけで別にその時というものとのリンクはないのですよなのでその時っていうものは観測不能というより存在しないものだと思うんですよでは時というものが存在するというふうにした方があのみんなが理解しやすいと60分後に会いましょうっていう時みんなが時計持ってるから60分っていうのはこういうものですよなどっていう話をするとみんな時があると思い込むんですけど僕は時というものは存在しないと思ってるんですよね 要はその、みんなが60分経ったら進むっていう時計っていうものを持ってて、その、60分っていうのが分かる方がいいよねっていうので、みんなが時っていう抽象的な概念。なのでその、神様がいるかに近いと思うんですけど、その、神様いると、まあ、あの、キリスト教の人とか思ってて、で、神様がいないはずないじゃん。だってその、人間が生まれたのは神がいるせいなんだからみたいなので、その、神というものは必ずいる。なぜならって思い込んでるんですよ。 で、それでもじゃあ神様のいる証明をしてくださいっていうとないんですよね。っていう感じで、その時も時があった方が説明がしやすいし便利だし、時がないなんておかしいよね。だって時計もあるじゃんっていう人もいると思うんですよ。それ神様と一緒で、本来の概念とした神様も時も存在しないんじゃないかなと僕は思ってます。